時は1984年12月。まさに、ゴジラ誕生30周年。やっぱり奴は生きていた。メカゴジラの逆襲以来、9年ぶりに制作されたゴジラ映画は、巷で進行しつつあった、特撮作品のリバイバルブームに火をつけることに成功する。これに先立ち、様々なプロモーションが展開。劇中にも登場したサイボットゴジラが、映画の PR に貢献したのをはじめ、グリコ乳業では、2種類のプッチンプリンの CM を制作し、ゴジラ映画のチケットが当たるキャンペーンを実施したため、当時の多くのガキンチョが検証に応募し、かなりの反響があったという。ゴジラとは、東宝が昭和29年に公開した特撮怪獣映画。ゴジラ以降、数多くの怪獣映画に登場してきた、日本が誇る、世界に通用するキャラクターの一つなのでおます。誰が呼んだか怪獣王。実に、キングコングとの戦いからは、海外でも映画が公開されて好調なセールスを記録し、貴重な外貨獲得の手段として、怪獣映画が脚光を浴びるきっかけを作るなど、現在も様々な伝説を残し続ける怪獣なのでございます。そうだ、その通り。最初こそ人類の宿敵という側面が強かったゴジラも、敵対する怪獣と戦ううちに、娯楽作品的な意味合いが強くなり、いつの間にやら正義の味方になっちゃって、地球を侵略に来た宇宙人や、その先兵である宇宙怪獣などと、ドッタンバッタン大騒ぎするのが定番になる頃には、邦画の興行不振やテレビの普及などもありまして、観客動員数が激減しちまったのですよ。参ったね。上映時間も短縮され、制作費も縮小された頃には、東宝チャンピオン祭り内の一作という立ち位置になりまして、なんだか目元がキョロンとした愛嬌のあるゴジラが、平和を乱す悪者怪獣と戦うというベタな展開が続いた後、メカゴジラの逆襲で、ついに、歴代ワースト1という興行収入を記録したのよ。わけわかめ。さすがにこれはまずいんじゃねえかと、東宝は、巨額の予算がかかる怪獣映画を封印することを決定し、ゴジラ映画は長い休止期間に入ったのでございやす。この間、テレビでは特撮番組や怪獣映画が絶えずリピート放送され、結果、怪獣が、当時のガキンチョのヒーローとして君臨していたのは当然しかり。やはり、ゴジラは有名どころだけにどこのおもちゃ屋にも関連商品が置いてあり、怪獣消しゴムやソフビ人形、カードや怪獣図鑑などなど、それらは、ガキンチョの宝物として存在していたのでしたとさ。そうだそうだ、そうかもしんない。だが、しかーし、正義の味方になり下がったゴジラなんざ認めねえ。日本が誇る有名な建造物をぶち壊して暴れまくっていたゴジラが見たいと、かたくなに、初期作品をリスペクトする先達が存在したのよ。あいたたたー。そんな中、にわかに囁かれるようになったゴジラ復活の噂。今度のゴジラは昭和29年公開のゴジラの続編となり、間の作品はなかったことにして、人類の宿敵である凶悪なゴジラが復活するというのよ。感動の嵐。まさに、この時期から特撮の関連商品が増加傾向を見せたのだけども、すでに、怪獣物を取り扱っていたメーカーの多くが倒産している状況だけに、その多くは、タカラさんやバンダイさんに加え、新興勢力であるガレキメーカーなど、混沌とした状況だったのは確かやね。1984年公開のゴジラって面白いのと聞かれれば、エキストラで鳥山明先生が出てるよ。なんつーと、結構ビデオを借りて見ていたやつが多かったものでござりませう。そんなん、嘘っぱちだー。時は1985年、バンダイさんにて、パロチェンマンというよもすえなプラモデルシリーズが誕生する。ガンダムやバイファム、エルガイムなどがラインナップしていたロボチェンマンとは異なり、パロチェンマンは、特撮怪獣やアニメキャラ、モンスターなどがラインナップ。三頭身くらいの頭身や、プルバックゼンマイを内蔵し、走行モードへ変形して走行する点は変わらないものの、ランナーは色プラではなく、一部のキットを除いて、一色のみの地味な仕様だったという。パロチェンマンは、1985年頃にバンダイさんが発売した、ディフォルメキャラクターのプラモデルシリーズなんどすえ。組み立ては、はめ込みとビス止めを用いる仕様で、間違ってもスナップフィットじゃございやせん。頭身は3頭身くらいでプルバックゼンマイを内蔵しており、無茶なデザインの走行モードへ変形して走るのが特徴。1984年から発売された、サンライズのロボットキャラで展開されたロボチェンマンより、パーツの色数の面で劣っていたのは事実だけども、造形的には、ロボチェンマンよりも光るものがあったと言われ、今でも、当時を体験した方々に絶賛されているのでございます。メイキット、来たー。パロチェンマンのゴジラは、1985年に400円で発売されたキットだよん。時期的には、機動戦士ゼータガンダムを放送していた時期といえばわかるかな？キット内容としては、メインのゴジラは、下半身にプルバックゼンマイを内蔵し、長座の姿勢で走行するという、この時期では定番のスタイルなのだよね。
頭部にはスプリング式の弾丸発射ギミックを内蔵。火炎、怪獣の頭、原骨をイメージした3個の弾丸を発射できるのが素敵、素敵すぎ。可動部分は少ないけども、この手のキットはギミック優先なのでもう満体。オプションとして、キングギドラとビルのミニチュアが付属し、当然、これらは弾丸の的になるわけなのだよミナノシュー。そうかそうか、よかったね。当時の評価としては、どのタイプのゴジラをモチーフにしたのかわからない微妙な造形なのだけど、そのデフォルメは、結構高い水準だったのだと人の言う。正直、リアルロボットのデフォルメはここ数年に始まったばかり、すでに長きにわたって愛されている怪獣は、それこそ、鳥山明先生原作の、ドクタースランプなんかにわんさか登場するもんで、ファンやが近所が、幾度となく絵を描いたり人形を作ったりして、ある程度、下地ができていた感はあるのよね。思い返そうそうし合う。学校の図工の授業の時に、好きなように粘土で人形を作りなさいと言われれば、男子は怪獣を作るのに決まってらーね。やはり、当時でいうところの、尻尾を引きずっている恐竜スタイルの筆頭である、ゴジラを作る奴は多いわけだよ。なんてったって下半身の安定感が違いますわね。そんでもって、竹のヘラで全身に筋を加えるってと、すんげえゴジラっぽくなるという寸法なんどすえ。反面、どうにもこうにも下手くそな奴は、簡単な造形の、ガブアドネーあたりが多かったかもしれん、かもしれん。当然ながら、組む、削るという工程が多いロボットよりは、盛る、いじるという工程が多い怪獣の方が、手作業が多かった時代だけにスキルに反映する部分が多かったのだと、先達が言ってたような気がする今日この頃。いずれにしても、怪獣が飯よりも好きとのたまう連中が大量に存在していた時代だよ。いかにしてソフビ怪獣が経年劣化で壊れないようにするかと、真面目に論議する連中もいれば、部屋中を怪獣のフィギュアで埋め尽くしている奴もいる始末。まあ、このケースなんかは、現在の、ガンプラや美少女フィギュアを飾っているケースより、はるかにキモいと言われていたもんざいもん。しかも、病気をこじらせちまって、職場にまでフィギュアを飾ってしまう末期的な人もいたもんだい。それに比べや、手頃なスペースで楽しめる、パロチェンマンのゴジラは人気があったのは確かやね。特筆すべきは、シリーズではガメラもキット化されてますので、特撮ファンの悲願とも言える、ゴジラ対ガメラを実現できるのですよ。パないねー。まあね、人によってはガメラ対ゴジラの場合もあるわけよな。今でも地下に潜伏しているガメラ勢の連中も、地味に侮れない勢力ですからに。何それ怖い。そういや、特撮コレクションでもゴジラとガメラがキット化されて、感動の涙を流した奴もいたそうな。ここら辺は、海岸でくたばってる亀の怪獣くらいじゃ、到底納得できんとのたまうマニアが生き残っている印象。あれかな、上野の劇場前とかで大騒ぎしていた連中だろうか？ひょっとしたら山城屋とかで顔を見てるやもしれんやね。俺が思うに、昭和のウルトラマンが、得意技を禁じ手として封印されて弱体化している昨今。怪獣バトル特有の、ラフプレイに期待を寄せているファンもいるわけよな。例えば、角や尖った部分があったらへし折り、細い部分があったら引きちぎる。でもって、角を面玉にぶっ刺したり、引きちぎった部分で相手を叩いたりするのは鉄板。最後は、とどめの光線技では当たった対象が大爆発して粉みじん。なんつうか、昭和の頃は、正義の味方なら何してもいいという風潮があったわけでして。それを知ってる連中からすれば、最近の演出は物足りないわけなのですよ初見さん。このキットの金型は、1992年のゴジラ対モスラの公開時に、ユンユンモンスターズというキットに流用されてますですな。相変わらず色が足りないけども、モスラとモスラの幼虫の出来も上々だけに、今なら、優先度はこちらが上なのは間違いねえのだけれどもね。キングギドラがついてないのが、ちょっと考えちまうところかもしれん、かもしれん。ちなみに、冒頭のプッチンプリンの検証はといえば、俺が出したのは全て当たらず、うちのクラスの仲間が出したのが当選したくらいでしたやね。でもって、その仲間が学校サボって映画に行ったら、逃げ回った末に警察官に補導され、翌日、ニコニコしながら戻ってきたんで、みんなでニコニコしながら出迎えたものでござんすよ、はい。そんなん言っても、しゃあないねー。次回のキットは、これだ。